村上宗隆、とうとう不調の原因が発見される。ヤクルトは13日、本拠地でのソフトバンク戦に1対5で敗戦し、2021年から続いていたソフトバンク戦の連勝が6でストップ。4番三塁でスタメン出場した村上宗隆は2三振を含む4打席無安打に終わった。4回に内角の直球に詰まらされにゴロに倒れた打席を、江本氏は去年だったらあのコースのあれくらいの球だったらスタンドに行ってるでしょうねと状態の悪さを指摘しつつ、全部の球を打てるわけではないので、ちょっと絞った方が良いと思いますねと分析した。ここまでリーグワーストの79三振を記録しているなど悩めるツバメの手法に対して気持ち的に焦りもあるでしょうけど、なんとかそこら辺を絞らないとダメでしょうねとエールを送り締めくくった。確か2年目くらいが今みたいな成績だよな。去年のどんな球でも長打にする印象が強すぎるから変な感じ。今シーズン打席に入ってるのはそっくりさんであってほしい。去年と別人すぎるからな。いろんな解説者に指摘されてることだけど、去年の夏くらいからスイングが大きくなってインハイに詰まり、アウトローに泳ぎ村上の良さだった確実性がなくなった感じ。まずは4番を外すか、休ませた方が良いと思うわ。4月からずっとそう思ってる。休ませることも大切だと思う。高津が村上4番にこだわりすぎ。高津は柔軟性がないし選手層も薄いからまずやらないとは思うが、たまには村上なしでもいいと思う。打順を変えて3番村上で4番オスナかサンタナもありかなと。ホームラン狙いが許される4番で使い続けても今のオーバースイングは治らない気がする。確かに今は俺が決めるより後ろに繋ぐ気持ちで打席に立つ方が良い結果になるやろな。守備のエラーも昨年より多いのが気になる。集中できてない、やる気ないやろ。気持ちの問題もあるやろな。日本人最多本塁打、最年少三冠王、高年俸、3億の A、優勝に有効語大賞、何もかも手に入れたんやもんな。春先だけの不振でそのうち打ち出すだろうと思ってたけど、今シーズンはちょっと厳しいかもな。